とにかくすごい衝撃受けました。ずっと充実してました。なんか退屈だなって思う時間が一切なくて、自分の発想にはないような発想がどんどん出てきて、すごい刺激的でめちゃくちゃ楽しいです。これいけるんじゃないかなって思った時に、スッとなんか筋道通ったような感じがして、そこが一番感動して印象に残ってます。控えめに言って、控えめに言って世界が変わった3日間だったなって。イノベーションっていうのは、まあ、新しい組み合わせなんだ。ニューコンビネーション。俺たちの頭もできるよ。だって自由だもん。きっと大人はこういう回答を求めてるんだ的な思考は一切しないでほしいんですよ。それやったらイノベーション全く起きないから。他の人が望んでる自分になろうとしちゃいけない。本当に。だってもったいないよ、人生が。味の素から来ました、高橋和也と申します。3日間ですね、皆さんといろんなディスカッションできればいいなと思っております。この2つの事業を通じて、再生可能エネルギーのさらなる普及とエネルギーの効率的な利用を促進すると。鉱石っていうのは、ここにありますように銅と鉄と硫黄の化合物、これから、精錬をして銅を作るんですけれども、ペッパー君の会社です。私はロボットが人のためになって良いのか、それとも、いや悪いのか。味の素らしいサービス、製品を期待したいなと。ムーブメントを起こすような、そういう仕組みっていうのをですね、皆さんに提案していただきたいと思います。テクノロジー、技術で未来を考えていきたいと。広く考えて、頭柔らかくして挑んでください。味の素さんにしました。食に興味があったので、エコスタイルさんにしました。自分の手で買いたいなと思ったんで。じゃあお願いします。バン、チーム決まりましたね。チーム名が花ジム。この集まった時に花ジを出したのは運命じゃないかということで、味のマーム見てください。味のマーム、何この味のマーム。ゲーム感覚で楽しみでもいい。あー、ゲームクリアを目指そう。ゲームクリアを目指す。さあどうぞ、あとはやってください。ただちょっとお金ちょうだい。ああ、味の素って聞いただけど、ある程度のもブランドがな。そうなった金属はほぼ 100% 回収できる。地域の人たちと本当にこう手軽めで話しないと、そもそも前に進まないっていうのが結構分かる。適地適作って作物でもあると思うんだけど、電気の適地適作。これやったらどっかが潰れても他のとこから供給できるしってこと。例えば東京で地震起きました、ここからシェアできるじゃんみたいな。そうか、そもそも SO2 ガスが発生しなくなる。自分の会社で出た硫酸を使ってその溶かして貴金属をより分ける。すごいんじゃないかな、それ俺らの発想を一回変えなきゃいけない。例えばそういう新しいロボットの技術を食と関連させるっていうのはやってます。それなんていうの。それをイノベーションの一つだ。結局あるものとあるものを掛け合わせる。考えてることはね、すごいいいですね、やった。多分僕らも困ってるかも。困ってますよ。例えばそのロボットがただの丸でもいいよ。ただの丸でもそれに逆に色で感情を表すってなったら、それ全然いいと思うし。笑顔って全然いいと思うんですよ。あー、笑顔いいね。本当に中立の立場をやれるとしたら、ロボットか人間かって言ったらロボットなんじゃないかなと。国連の事務総長とかロボットじゃないの。究極論、そういうことですね。キューブにするためには、最初こう、粉の状態で、空体の状態であるを動かすため の, その正極かつぶしって言うけど、過去の予測誤差に応じてこの係数を更新してあげて予測精度を上げると。こんにちは。こうやっていろんな回っていく感じで
それでまたこっちにもメリットがあって、この売り上げでこっちの広告費も出せるわけでしょ。エコ活動に参加できるように、それをすることによって一般消費者がどういったメリットがあるのかっていうのをもう少し形作る。一番そのリスクがある人が本当に気づけるかどうか、ちゃんと学ぶけれどここでも学ぶんですか。詳しくは本編でお願いします。物流もしっかりしてるかって言ってないんで変わります。ここは言わなくていい。自分たちが今ないものを作ってるっていう実感が感じられて本当に楽しいです。本当にあと1日で終わるのが名残惜しいというか、答えがないようなそういうあの課題に取り組むっていうのは今回これが初めてで、それに取り組めてやっていうのはものすごいあの面白かったし楽しいことです。企業の人とかなかなか触れ合う機会もないし、本当にすごいいい経験をさせてもらってるので、自分がこれやってきてよかったなって思えるような明日にしたいです。どうも皆さんこんにちは、チームエゾシカでございます。この味の素のパンダが急になくなるなんて言われたら悲しむ人もいると思うんですよ。このシステムはエコスタイルさんの力だけで成り立つという画期的なシステムとなると思います。私たちの子孫は電気を使うこともできない、食べ物を食べることもできない、じゃあそういう時どうしたらいいねん。このシステムができるようになると一箇所でできるようになるんです。どうって肉まんの味がするんだよってなった時に、今までとはまた違った、皆さんの本気をこれから見たいと。セカンドステージもぜひ頑張っていただきたいなというふうに思います。一人で寂しいな。地域共同体のモデルを再構築する、その名前は町の絆プロジェクト。このプランが徳島で成功すれば全国に広がって、幸せと健康を育む社会っていうのが世の中にできると考えています。エコフェスとはエコアクティビティ、エコスタディという企画を行う祭りのようなものです。自分が発電しているという実感を得ることができます。エネルギーが余る地方とエネルギーがどうしても足りない都市、これを解決するために電気を補っていくっていうネットワークを作ってはどうかと提案しました。これをさらに世界に広げていくと、まあ、僕たちが提案するのがこのアモレちゃんです。アモレちゃん、まあ、見た目こんな感じなんですけど。ソウタロウくんどうしたの。タスクくんと喧嘩しちゃって、でも陰口怖いし相談する人いないんだよね。そうなんだね。でそのアモレちゃんのクラウドみたいなものにアクセスして、以前それまでにまあ、同じような悩みを持った子がいなかったか、でその解決策がどんなだったかっていうのを調べて、さらにそれとユーザーの特徴とか性格っていうのを掛け合わせて一番最適な案を導き出す。ハナコのハンチャーハルベタです。おめでとうございます。では残りの 50% の日給はどこに行くのか。そうです、埋め立て地に行ってしまうんです。そこで僕たちは考えたのはミミズです。これは普通のミミズではありません。スーパーミミズといって、イギリスのレディング大学によって発見されました。はい、たくさんレアメタル含んじゃってます。ここに入って大好きなレアメタル食べてもらいます。で、食べてもらってどうなるかっていうと、植物が吸収しやすい形にしてくれるんですね。この植物ニッケルが鉱物で、葉っぱに他の植物と比べて1000倍ぐらいのニッケルを蓄積してくれるんです。まあニッケルを一つのモデルとして、これからどん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 他の金属に応用していけるんじゃないか。ぜひミミズかける植物の力でレアメタルを取り出して、これからの日本を元気にしていけたらなというふうに思います。まさかダブル受賞とかそういうのは考えてなかったです。その虫って光に集まる習性があるっていうの、それを使って、まあ、虫と金属の関係性が何かあるんじゃないかっていうふうに調べてたら、まあ、金属を食べるミミズがいるっていうのをたまたまネットで見つけたと、まあ、その偶然のあれで。最初は本当に知らない人と討論討議するのってすごい不安だったんですけど、実際にやってみて意外と喋れるなとか、討論してる中でコミュニケーション取ってって、あ、こういう考え持ってるんだ、あんなこの考え持ってるんだっていう、すごいなんかいろんなアイデアが出てきてすごい楽しかったです。僕は田舎で小さなコミュニティの中で暮らしてたんですけど、本当にいろんなもうバカでかいものを持っている人たちと交流できて、人間の面でも本当に自分のミッションに挑戦するっていう面でもとても世界が広がった3日間でした。すごいパワーですよね。ほんでもうこんな無理難題みたいなチャレンジを
こんな短時間でまとめ上げる、それもしかも全部のグループがきちきちとそれなりに資料を作ってまとめるっていうのは本当にびっくりしましたね。やっぱりものすごくその学ぶ意欲、人とつながる意欲、あるいはもっと自分こんなことをやりたいっていうの意欲にあふれてる子がこんなにいるんだっていうのは非常に、まあ、頼もしいなと思いました。大変刺激も受けましたし、楽しいまず時間でした。